この日 AKB48 のコンサートで衝撃の発表が。先日のめちゃヌンズ女子第48校春の期末テストで成績の悪かったバカ7の7人が BKA48 という新ユニットとして登場。そのセンターに立つのは最下位のセンターバカに輝いた川栄李奈。これはバカユニット BKA48 がここに誕生するまでのドキュメントである。遡ること1ヶ月前、とある映画撮影所のスタジオにやってきたのは、よかった。それはお笑い界を揺るがす新番組、あの天才ディレクターテリー伊藤が AKB48 と金太郎でコントを取りまくる。すごい、今日はすごい格好ですね。嬉しい。タケちゃんマン。この番組は AKB が過去の伝説コントキャラに扮した華やかなオープニングから始まる。で、全部もちろん嘘。ちょっとターンテーブル一回ちょっと回してみて。金太郎と CG で合成するために回りながら撮りますというバカっぽい説明もすんなり信じて。はい、お待たせしました。本番でいきます。よーい、はい。クマネチ、クマネチ、何かこんなやろう。クマネチ、覚えたてのクマネチを繰り返していたその時、クマネチ、クマネチ、クマネチ。こうして抜き打ちテストは始まった。何言ってたのそこで。コマネチ、コマネチって言ったの。やってみる、ここで全開で。はい、せっかく教わったコマネチだったが披露することはもうないので、コマネチ。おおおお、ちょっとコマネチ。はい、座って。いいじゃないですか、勉強してきたんですね。続いて。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございました。すごい懐かしい格好を初めて挑戦してみました。すごいですね。普段は真面目な眉優が変なおじさんになるギャップがテリー演出と説明を受けて。よーい。変なおじさん。なんだ罪は。テリー伊藤さん。何テリー伊藤って。いきなり何言い出すんだよ。テリー伊藤さん。テリーいないよ今日。ノーテリーだよ。ノーテリー。ノーテリー。え、コント番組ね、じゃないんですか。じゃないよ、何言ってんの。え、違うんですか。違うよ。え、はい、座りなさい。どこ行くの。はい、座りなさい。座りなさい。はい、座って。変なおじさん、変なおじさんが迷ってる。ほら迷ってる、変なおじさん。はい、どこだ。お次はトンネルズのキャラクター、ホモーとホモーとノリサブローのペア。右の子誰。あなた誰。AKB の柏木さんね。AKB の柏木です。あ、柏木さんなの本当に。ゆきりんです。ゆきりんね。ちょっと柏木さんだけ映るためには下柏木って入れといてあげて。分かんない。誰だっつあいつ誰だってなると。名古屋、大阪、博多を代表する地方組は3人まとめて投稿。綺麗に並んで。え、誰。柏木さんですよ、あれ。
柏木さん。やばい。遅いよ。マジでブスなんだけど。テンポアップのため若手も3人まとめて。さらにはこんなのも。ラストを飾ったのは。遅いわお前。加藤ちゃん、加藤ちゃん。全員 AKB ですよね。一人だけ AKB かどうか分かんないです。それだけ AKB かどうかわかんないですよ。いや、ノリサブローでしょ。やっぱりノリサブローでしょ。ノリサブローがいい。わかんない、誰かわかんない。そして、この前日にすでに投稿させられていた2人が、なんか恥ずかしいんですけど、でも誰だかわかられてないから別に。かんない、全然逆になんか、どうでもいいかも。街歩いても平気そう。全然いける。恥ずかしくないかも。誰かわかんないもんね。打ち合わせ中のテリー伊藤の部屋にオバキューの格好で突入して驚かせましょうと乗せられて、失礼します、失礼します、せーの。あれなんだ、誰だお前たち。部屋を間違えていると訴える高橋オバキューだが、早くしろや。おはようございます。なんで2匹もオバキューいんの。2人にはテリー伊藤に見せる予定だったネタが、せーの、会いたかった、会いたかった、会いたかった、キュー、会いたかった、会いたかった、キュー、オバキュー、座れよ。それは怒られるね。それは怒られるね。スケジュールの都合とはいえ、たった2人だけの収録なので、もう説明めんどくさい。岡村です。佐野です。矢部です。どうも。はい、はい、そして何やるか、はい、テストです。テストやります。期末テストね。期末テストやりますから。もう呆然ですし、もう。これ何のためですか。何ですかこれ。じゃあ知らない、そんなの。早めの入りでした。久しぶりにこんなに やったんですよ。結構もう大式を落としてほしいんだよね。どれだけかかったかしないか、大式落としてほしい。いや、入ってきてくるときに、うん、絶対どっちか分かんないからっつって、ちゃんと口紅変えたんですよ。ああ、ちょっと違う、コップってなってんね。そんなのどうでもいいの。そんなのどうでもいいのよ。2日にわたって、ようやく全員が投稿したところで、めちゃの水女子第48校、春の期末テストから、カットするにはもったいなかった未公開 VTR をどうぞ。さあさあ、皆さん。まずはテスト前のこんな未公開シーン。持ち物検査いたしますんでね。持ってきてないです、何も。柏木さん、持ってきないですよ。持ってきてないですか、大丈夫ですか、ちょっと見させてもらって。柏木のカバンから出てきたのは、あれ、あれ、あなただ、あなたじゃん、お前。あ、本当だ、あなたじゃん、あなた表紙じゃん。はい、なんでだ、なんでやってるの、何。渡辺真由の写真がとんでもないことに。わ、めちゃくちゃじゃん。脇毛出ちゃってんじゃん。ああ、なんでこんなことするの。ダメよね。選挙でさ、この人より上行ったからだよ。地味な嫌がらせしないですよ、私。仲良くしてください。分かりやすい嫌がらせする、ね、さあ、なべさん、ジメジメしてる、なべさんもいい、私何もないですよ。あ、なんか写真です、メンバーの皆さんの。 AKB の名前写真だ。 AKB の大島さん、小島さんですよ、小島ですよ。かわいい、はい、普通にメンバーのかわいい名前写真ですね。やってるじゃん、あなたも。やだ、仲悪いよ。自分が
嫌いなら相手も嫌いなんだね。何ですかこれ。何こんなことしちゃダメでしょ。ないですよ。他誰も何もそんなことしてないじゃん。やはり嫌いな人にだけ落書きしているのか。指原さんも書かれてないよな。あ、よかったよかった、はい、はい、書かれてますよ。あれ、え、ちょっついでに書かれてますよ。よだれ。伊藤さんなんかついでに書かれてますよ。めっちゃ怒ってるやん。ちょっと待って、整理させて。柏木さんが渡辺さんのこと嫌いで、渡辺さんは柏木さんのこと嫌いで、ついでに伊藤さんのことも嫌いってこと。なんだ、むちゃくちゃだぜ。むちゃくちゃだよ。では参りましょう。まずは国語で AKB の知ってはいけない裏側が。問いの4、次の空欄を埋めてことわざを完成させなさい。可愛い子には旅をさせよが正解でございます。篠田さん、嘘、見てみましょう。こちら、可愛い子には相談しない。え、篠田さんはなんか悩み事とかそういうのあっても可愛い子には相談しないんですか。ちょっといいですか。私、篠田さんから相談されたという人。はい。3人いいですか。篠田さんからしたら あなた方3人は可愛くない人です。私よりも確実にブスだと。私よりね、私より。だって篠田さんは可愛い子には相談しないんですもん。メンズリアルじゃないですか。なんかリアルになりてるね。次も怖い答えですね。高橋さん。はい、また怖いやつ。いや怖いこと書いてないよ。そうちゃん。見てみましょう。こちら、可愛い子には毒を出た。女帝ですよこんなん。ラストエンペラーですよこんなん。ちょっとお菓子作ってきたんだ、食べて。AKB ってそういうグループなんですか。可愛い子には相談しない。可愛い子には毒を漏れ。怖いわ。仲良くしてください。続いて、テレビでそんなこと言っちゃうって答えが連発のマッキー。次のカタカナを使って短い文章を作りなさい。ペンディング、大島さんの答え。あれ、見てみましょう。こちら、この件は収集つかないのでペンディングします。はい、正解。はい、お見事、大島さん正解です。これまで未解決のまま保留することをペンディングって言いますけども。すげえ。さあ、ここからペンディング大喜利。やばい。ペンディングできた人。はい、島崎さん、ザキさんの答え見てみましょう。こちら、壁をペンディングします。はい、これペンティング、ペインティングです。これペインティングやからね、塗ることやからね。ペンディングやから。次誰か、はい、篠田、篠田さん、ペンディング見てみましょう。こちら、パスからのペンディングシュート。ヘディング、ヘディング、ヘディング、ヘディングや、ヘディング、それヘディングやかな。すごいね。はい、他に、はい、北原さん、北原さんの答え見てみましょう。こちら、あなたの心にペンディングしたいです。何ペンディングしたいです。どういうこと。なんかスキンシップ的な、近寄っていくみたいな。近寄っていく。なるほど、近寄っていく。金太郎の答え見てみましょう。こちら、恋人たちはペンディングをしていた。はい、違うか。すり寄っていくって言うた時もそれペンディングや。先生言っちゃった。そんな言うてんのちゃう。しもしも、最近してないから。指原さん、指原さんの答え見てみましょう。こちら、
私はペンディングが上手。知らん、そんなこと。嘘、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 マジで嘘、嘘、嘘、はい、板野さん、板野さんの答え見てみましょう、こちら。今日、ペンディングしたい。バカ野郎、バカ野郎、欲求、欲求、言っちゃダメ、言っちゃダメ、欲求、言っちゃダメ、ダメ、卒業するからって、それはあかんやろ。これ以上ダメ。もうちょっと待ちなさい。最後、オチ行きましょう、入山さん。まだある。入山さんで落としましょう、こちら。ペンディングダンシング。ペンディングダンシング。ペンディングダンシング。何どんなの。何ペンディングダンシング。どんなの。はい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 。数学でもセンターバカ川栄の怖い回答がまだあった。2番、これももうサービス問題。クク、クク、うん、はい、なんかもう誰でも知ってますよね。はい、川栄、川栄、川栄、あ、川栄、川栄の答え見てみましょう、こちら。81が8、827、8324、8427、8540、8646、8756、8862、8973。一個。最後丸で来いや。丸バツ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 バツ丸やろここ。裏切ったな。寝ちゃいけはご覧のスポンサーの提供でお送りします。え、なんでですかね。どんな覚え方してんの。イントネーションで覚えてます。イントネーション、はい、なんかどんなイントネーションやったかちょっと言うていってみて。なんかそのなんかリズムで覚えます。そう、81が8、8274、8324、8427っていう、そういうなんか流れやって。流れやって匂うよ、匂う。いや足だけじゃない。何かが匂う。大丈夫です、大丈夫です。足だけです。それもわかんねんね。足臭いのわかんねん。危ない。こちらは真面目でおとなしいと思っていたこの人がまさかのスパーク。問いの4の2、三角錐、これもよく出るんですけども、展開図を書きなさい、展開させてくれということなんですけども、鍋さん、やばい、何でしたっけ。じゃあ鍋さんの展開図見てみましょう、こちら。え、何やら矢印がたくさん書いてあるが、鍋さん、鍋さんちょっと説明して、説明してみて、どう展開した。パッと見、パッと見三角錐じゃないですか。三角錐やな。でそれを展開していく様をこうやって展開していく様。 A で B で C で C D で E で F。 ここまでここから F には F に行くにはもう一回戻らなあかんけどね。一筆で一筆書きと間違ってんじゃん。行かれへんけど、はい、ピューってピューってピューって最後なんでもうピューって、はい、はい、これ×意味がわからないから×。怖い、怖い、残念です。一生懸命頑張ってくれたんですけども、鍋さん踊っとく。元気出そうよ、元気出そうよ。OK、ミュージックスタート。いいよ、お、いけるんです。キレがあった。ワユユのハイテンションに触発されすかさず対抗。負けるな、負けるな、負けるな、負けるな。こちら。これはあかん。教室に大問題が発生。面白回答をいじっていたはずがなぜか一瞬ちゃんとした授業に。3番、
1543年種子島でございます。あ、聞いたことある。そうだ、種子島に鉄砲伝来しました小島。はい、見てみましょう、こちら。1543年ペリーに鉄砲が伝来した。来てるね、人やで。ペリーは人やで。ペリーは人やで。でも絶対毎回ペリー出るじゃないですか。毎回出るから、毎回出るからってこんなとこでペリー出すなや。ノーペリーや、こんなとこ。篠田さん、今ちょっと笑ってたよね。笑ってた、ずっと笑ってた。笑ってた篠田さんの答え見てみましょう、こちら。ペリーに鉄砲が出てきました。ペリー、ツーペリー、ツーペリーです。ツーペリー、ツーペリー、ツーペリーですか。出た。いや、ペリーペリーはカステラですね。ペリーはカステラ。なぜか鉄砲の問題のはずがカステラの話に。来たんですけど、長崎の方に。なんで今カステラの話。鉄砲。ペリー何持ってきたんですか。ペリーは黒船に乗ってやってきたっていう。何を持ってきたの。何持ってきたか、なんかいろいろ持ってきたと思うんで、多分。いろんなもの持ってはきてるやろうけど、海外から何も入ってきたあかんっていう国を閉じてたの、日本が。それを黒船で来て、国を開けなさいっていうか、それがペリー。混ざってた。でグラビア界の黒船がリアリゾン。ほんでスタイリストさんとできちゃった結婚して、最後にポイしないでくださいって言ってどっか行った。まあそれは覚えなくてもいいですけどね。最近景気が良くなったとか、そういう話がしたいのに話がどんどんそれていって。7番、これ難しかったかな。アベノミクスとは何かを答えなさい。難しかったみたいです。柏木さん、書いた。アベ、書いた、書きました。書いた、書いた。急にどんどん喋り出したね。喋り出した時怖いよ。書きましたもん。政治の話っていうのは分かってるみたいですね、柏木さんね。柏木さんの答え、アベノミクス見てみましょう、こちら。総理大臣の安倍さん、自分を支持してくれる人たちのことをアベノミクスと呼び、親近感を持たせた。アムラーみたいな。安倍さんのファンのことをアベノミクスっていうの。じゃあ柏ギックスっていうの。じゃあ柏木さんのこと。柏木さんのファンの人を柏ギックスっていうの。言いません、言いません。違うでしょ。違いました。違いますよね。違いました。大丈夫、昼帯大丈夫。絶対これ昼帯で扱ってるで。間違いなくめぐみさん言うてるで。言うてある、言うてある。これちょっと なかったことにしてもらっていいですか。ダメ。大丈夫ほんまに。ちょっと違かった。次山さん、難波の子。難波の子、政治やと思ってなかったみたいね。思わなかったです。山さんの答え見てみましょう、こちら。ティラノサウルスの進化系。恐竜時代にティラノサウルスが絶滅した後、その進化系であるアベノミクスが繁殖した。恐竜の話。そうきたか。すごいね、発想すごいな。出たとしてもそれ理科やから絶対。社会で出ないから。もっと怖い回答あるわ。え、ナベさん。はい。マユ、マユ、見てみましょう、こちら。安倍さんの得意技、主に微生物を用いた攻撃。攻撃。これもほぼほぼもうテロ行為ですよ、こんなの。何やもう。最近、最近兵器やんか、これ。怖いよ。なんなん、ダイハードか。アベノミクスが巻かれるぞ。あと24時間でアベノミクスが巻かれるぞ。やばい。最悪の日だ。違う違う違うよ。すげえな。えらいこっちゃ。面白い。えらいこっちゃ。ザキさん。まだある、まだある。来た、ザキさんのアベノミクス。見てみましょう、こちら。安倍ちゃん、飲みましょう薬を。なんで。パウロ、突然のアイデア作文のような。
めちゃん飲みましょう薬を。ダパール優しいね。な、阿部さんの体気遣ってな。だからいいの。怖いよ。可愛いからいいのよ。無駄な時間。無駄な時間。誰や今無駄な時間って言った。誰ですか。誰や無駄な時間って言ったの。おいハゲチャミ。ハゲチャミ。ハゲチャミお前なんかところどころきつめのガヤ入れんな。時間の無駄やとか。目立つぞ。こんなアイドルは博多に行ったぐらいじゃちゃんと反省してるって言えない。はい、問いのさん。まずはスペシャルでも放送されたこちらのシーンから。これ有名サグラダファミリアでございます。まだ工事中、まだ完成してません。指原さん、はい、指原さんの答え見てみましょう。こちら、ハウルの動く城。はい、岡村先生は何かに気づいていた。これはあれですか、わざとこんなこと書いたんですか。それやったら一番か。それやったら一番か。そしてここからが問題児指原の未公開シーン。さあどんどん行きましょう。パルテノン神殿でございます。なべさん、はい、なべさんの答え見てみましょう。こちら、テルマエロマエ。あれ、でも私、待ってください、私パルテノン神殿って書きましたよ。あら、え、あ、岡村先生、はい、すいません、はい、これ渡辺さんのじゃなくて指原さんの回答でした。あ、資料のプリントミスだった。なべさんごめん、こっちのミス。私が滑ったみたいな感じ。そうね、ごめんね。そして当然ある疑惑が。これが指原さんの答えってなった瞬間に、あ、やってんなっていう。いやいや、やって、なんでそういう言い方ばっかりするんですか。いや、イメージかな、なんか。わざ、やった、やってる、これ流れではいじってほしかった。白状しやがった。白状した。こうなると、さしこ、写真売らせたみたいな。おいおい、話変わってくるね。あんた、もしかして博多でなんかうまいもん食おうと思ってました。博多行きたいなみたいな。でも計算されたよね。違う違う違う。峯岸さん、これどう思われますか。いや、ちょっと前から思ってたんですけど、うん、指原も、うん、言っといた方がいいですよね。本当に反省しているなら坊主にするべきとの意見が。一応ちょっと春さん、バリカンだけ用意しといて。何あるかわからないから。一応使うかどうか分かんないけど、一応バリカンだけ。さらにこの直後、峯岸指原の反省コンビがますますヒートアップ。さあ、問いの3、人物名、これもめちゃくちゃ有名ですけど、峯岸さん、峯岸さんの答え見てみましょう。こちら、おばばエババ。何これ。エバマ、オバマエバマ、海原お浜小浜みたい。こんな急にさ、急にベテランの漫才師みたいに言わんといて。何やで、海原オバマエバマ。おりそうやけど。なんかこれわざとっぽくないですか。わざとじゃないですよ。え、なんか違います。そういういじりみたいなのよくあるじゃないですか。ここちょっといじってくれと、うん、いじってほしいタイプのやつだと思う。違います違います。なんか最初に呼ば、はいはい、名前呼ばれた時もやってないです。みたいな、ちょっとわざと感が出た、来たみたいな感じの。ちょっとほう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 、言われてみれば、うん、OK、 じゃあちょっと指原さんの答え見てみますか。そしたら、うん、見れ。じゃあ逆に指原さんの答え見てみましょう。こちら、オバマ。ん。正解は正解だが、ここはさ、ここは正直あれちゃう、ノッチとか書いといた方がよかった。なんなん、期待はするよね。期待はするよ。今振ったんかな思って、峯岸さんに振って、わざとじゃないですか、私ノッチって書いてんねんけどと思って開けたら、オバマ正解や。難しいね。うわ、難しい。めちゃいけ、この世の番組で一番難しい。出た。
白テルマエロマエオバマやってノッチでよかったんちゃう3つ目3つ目ノッチでよかったんちゃうボケてくださいいや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 見てみましょうこちらこの後英語のバカ回答で AKB 赤っ端じなや青や続いては小島が見せた2年前からのちょっとした成長次の単語英語で書きなさい1から10までこれも皆さん知ってますよねもうこんなの、はい、書けなおかしいですよ小島はい素晴らしい成長ぶりを見せていただきました小島さん、はい、3回目ですもんね試験3回目ですはい小島さんはいこれは今から2年前全く同じ問題に対して小島が書いた答え OK 見てみましょうこちら1,2,3,4,5,6,7,9,10,5 すごいすごい待て待ておいすごいわ8どこ行って8どこ行っておい今回8かけてましたよ8かけてた成長答え見てみましょうこちら1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
連発。さあ次の M を日本語に直しなさい。 Steve went to Hong Kong on business yesterday、スティーブは昨日仕事で香港に行った。ご結構皆さんできてました。板野さんの答え見てみましょう。板野さんの答えはこちら。スティーブは明日仕事で香港に行く。おいおいおい、どこどこ、ホングコングと書いて香港、キングコングって書いて金コン。違う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 、ホングコング、ホングコングで香港なの。違う、イエスタデーは明日、明日じゃないですから。イエスタデーとトゥモローと迷ったんですね。どっちがどっちだっけと思って。トゥモローが明日です。お願いします。あーやばい、ホングコング、お恥ずかしいです。かわいい、かわいい、嘘嘘嘘、はい、嘘でしょ、かわいい、毎回新鮮なリアクションやった。本当だって英語できるんですもん。そうか、英語できる、英語できるんです。かわいいさん、なんて訳したんでしょうか。見てみましょう、こちら。昨日香港でストーブが燃えた。何のこっちゃねん何のこっちゃねん大変やん。スティーブをストーブってお前そうか、人の名前や。スティーブは、そうなんだ、香港でストーブが燃えたからなんやねんこんなニュースにもならん、こんなもん4番 It is getting warmer day by day。 day by day で日に日にです。はい、日に日に暖かくなっているというのが正解ですけども、指原さん、はい、怖いですねこれも。こんな会話あるかな。指原さんの答え見てみましょう、こちら。いつもいつも幼虫をもらっています幼虫、わっ、じゃあ頼む、幼虫くれ、幼虫落ち着いた気持ち悪い気持ち悪い、こんな、いつもいつも幼虫もらってありがとうございますどうも。こんな断らなあかんわ、こんなもん、もういりませんって幼虫。毎日毎日もうてますけども、虫かごに幼虫だらけですと。もういつもくれはりますけど、もういりませんってこう言うべきです。気持ち悪いぞ。 AKB 思い出の地の話のはずが、なぜかちょっとエッチなことに。さあ問いの7、次の日本語英文に直しなさい。東京ドームはなんて大きいんだろう。簡単文ですね。 How big 東京ドーム is でございます。
東京ドーム公演やられましたよね、この間。はい、夢やったんですよ ね、東京ドームで。はい、小島はい、東京ドームはなんて大きいのだろう、なんて書いたのか見てみましょう。こちら、東京トムイズビッグ。何や、何やこれ。東京トムイズビッグ。ブラザートムみたいなことか。東京トム、東京トム、東京トムさん。ケアレス。トムって何なの。ケアレスで。トメ、トメにしようと思って。トメ、東京トメ、東京トメ、東京トメさん。東京トメってどういうことですか。TOME にしようとして。ファンタジーすぎて分かんないんですけど。ドームって読みますね、読まない、読まない。東京トメって書いて、あなた東京ドームって読むの。だからトメって書こうと思ったんですけど、E が抜けちゃったの。なんか、え、宇宙レベルの話してるよ。ちょっともう意味分かんないんだけど。危ない、大丈夫か。大丈夫。黒目大きなってきたぞ。黒目大きなってきたぞ。気をつけろ。はい、総監督、はい、かけましたよね、私これ。さあ、総監督はもうやっぱ東京ドームかなりでかいっていうのはもう理解してたみたいです。見てみましょう、こちら。おービッグ、おー東京ドームビッグ。腹立つ、腹立つ。おービッグ、ええのかこれ。完全に洋物やろ。洋物やろ。おービッグ、おービッグ、東京ドーム、ビッグ、東京ビッグ、オービッグ、オーイエー、東京ドーム、ビッグ、イエー、オー、東京ドーム言うてるからな。全然やらしくはないよ。東京ドーム言うてるから。大きいから東京ドーム、びっくりしたんですか。すごいね。通じるかもわからないけど、なんかエロいよね、これは。エロいですか。エロいよ。言うてごらん、ちょっと。おービッグ、おー東京ドームビッグ。もっともっと感情を込めて、もっともっと気持ちや、気持ちいいな、それは。外人さんなんてもう通じね、何言ってんのかな。おービッグ、おー東京ドームビッグ。おーイエス、おーイエス、イエスって何や。あんな下ネタにしようとすんな。あんな、あんな、あんな。毎回売れっ子が来る特別講師枠にかなり若手のフルスロットル野郎が。次の問題、彼は川崎からバイクでやってきた。 He came from 川崎 on motorcycle。 モーターサイクル、はい、これでバイク、バイクね。これ誰一人できてませんので、うん、特別に講師の方来ていただいております。お、本来ならここはですね、いつもこうすごくブレイクした方とか勢いにバーンと乗ってる方が出てきていろいろ教えてくれるんですけども、今回はちょっと違うんです。え、はい、何、 AKB あぜんの特別講師とは。レッツゴー、みんな盛り上がっていこう。大手を拝借、せーの。特別に講師の方来ていただいております。お、毎回この特別講師枠にはその時最も旬な芸人さんが来てくれるのだが、今回は趣向を変えてまだブレイク前の岡村先生お気に入りの若手芸人が。バイク川崎バイクさんです、どうぞ。レッツゴー、みんな盛り上がっていこう。お手拝借、せーの。 BKB、 みんな一緒に BKB、 恥ずかしがらず BKB、 岡村さん BKB、川崎バイクっつってね、略して BKB ね、BKB になるっていうことだけね、今日覚えて帰ってほしいんですけどもね、まあ、AKB のみんなね、まあ、いささかパニックってると思うけども、まあ特別コースってことなんでね、まあ、とりあえずアクセル全開で頑張りますわ。バイクだけにブンブン、レッツゴー。
山本さんやってくれてるよ。あーね、難波の子なんでね、ありがとうね。ありがとう。べっぴんさんの方にやっぱね、ちょっと見ていこうかな、端からね。べっぴんさんね、べっぴんさん、べっぴんさん、で一つ飛ばして、べっぴんさん、いやなんで飛ばすねんっつってね、いやキタリエもべっぴんやから言ってね、べっぴんキタリエもべっぴん BKB ヒーありがとうね。徐々に増えてってる。まあ、あとね、将来的にね、ブレイクしたいですよね、やっぱりね。で、ブレイクしたらね、やっぱ綺麗な人と付き合いたいですよね。まあ、こんな方こんな言うのもあれやけど、ちょっと大島さんぐらいのね、こうスタイルもいい感じのね、なんかボンキュボンみたいな、ボンキュボン BKB ヒーもうみんな限界や思ってないみたいな。どうした、ぼち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 やわ。どうしたどうした、いけるぞ、まだまだいける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 、まだまだ暴走するで、バイクだけね、あブンブンブンレッツゴー。そろそろ、そろそろ限界。全然いけるって、BK、まだいける、全然限界じゃない、 BKB BKB ありがとう、 BKB BKB ありがとう、 BKB ストップ BKB ヒーヤ。いや今日はほんまバカな答えばっかやったな、バカな答えばっか、 BKB ヒーヤ。7人やな、今のところね。7人来てる来てる来てる。BKB って言った後はヒーヤってやってくれる。言うてもうたもん。BKB って言ったらヒーヤってやってくれたら、一体感出るんで、そういう意味でみんなでやろう、みんなでやろう。なんかブンブンのタイミングが、ブンブンは簡単、バイクだけにって言ったらブンブン、この2パターンのみでやらせてもらいます。のみ、いけるいける、バイクだけにってブンブンブン。だからこう一緒にサイドカー乗ってや、バイクだけにブンブン、ナイスブンブン、ナイスブンブン、ナイスブンブンね。まあ当然ね、金太郎さんね、まあ後輩なんですよ、だから金太郎でいきますよ。金太郎ね、今日全部見させてもらったけど、金太郎に言えるのは一つ、バカで顔でかくてブス。BKB どうしとったどうしとった。皆さんね、巨頭やったと思いますけども、バイク川崎バイク、よかったら覚えて帰ってください。残念やね。こんないろいろあったテストから1ヶ月が経ったある日、 AKB のライブリハーサル会場に奇妙な訪問客が。失礼します。はい、どうも、はじめまして、どうも、あ、急げ急げ急げ、あ、ここか、はい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 、おはようございます。あ、いや、顔見つけた、浜本康が訪れたのはライブの打ち合わせ中だった秋元康。お待たせし、申し訳ございません、行きましょう、行こうよ、かっさあ、気をつけて、すいません、すいません、ちょっと直すか。このドタバタの訪問の目的とは。センターバカはバカ A さんです。先日実施された AKB48 の抜き打ちテストで一番のバカ、つまりセンターバカという不名誉なポジションに選ばれた河江里奈。それもですね、はい、14位の総監督との点差が20点離れています。アイドルらしからぬセリフを吐く河江を見ていた浜本は、この河江今日俺預かるわ。あまりのバカっぷりにもう AKB ではやっていけないだろうと浜本康が身元を預かると宣言。本日はその相談のため秋元を訪れたのだが、だから浜本が預かるわ。BKA、はい、センターバカになりました。あ、かわいいです。あ、かわいいです、よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。よし、よし、よろしくお願いします。あの、オンエアの方は見ていただけましたでしょうか。見ましたよ。あ、ありがとうございます。かわいいね。はい、あそこまで、どうでしたか。このね、めちゃイケに出させてもらうまでは、はい、やっぱり川栄はやっぱセンター候補だったからね、マジな。あ、そうなんですか。そうなんですか。え、だからまあいわゆるね、前田敦子なのか大島優子なのか、渡辺真由なのかを目指す位置にいたんだけど、違う路線に行ったよな。嘘だろ。嘘だろが出た。
ということで、このあ川上をですね、もう松竹芸能で面倒見ようと思ってる。いや嘘だろ。器用にワステの手を使って突っ込む川上。別に私 AKB に入りたくて AKB に入ったんですから、そこは今ワステ喋ってる。ダメですダメです。私 AKB に入りたくてここにいるんですから。そうなの？どうなりたいの？そうだよ。私はこうまゆさんみたいな王道のアイドルになりたいです。まゆ。何ですか？何ですか？この顔。アイドルを目指してる。いやみんなそう思ってたんです。みんなそういう風に期待してたんだけど、マユはだってさ、嘘だろうがとは言わないもん。そうだよ。どうしたいのよ。そのもうアイドルになりたいのか、松竹芸能に来たいのか。アイドルになりたいですよ。え？分かった分かった分かった。じゃあもう可愛いのために作るよ。え？歌を。え？え？え？マジですか？だってね、ここまで盛り上がったんだから、やっぱり川辺も一生の思い出に、はい、一生の思い出一生の思い出で終わりよ。秋元さん、嘘だろうが。なんとセンターバカ川辺の曲がここで緊急決定。どうなる？初めてのセンター、センターバカ川辺のために作る曲とは一体どんな曲なのか。ちょっと面白ソング的な感じになるんだ。どうかな。うわ、でもコミックソングやっちゃうと戻れなくなるもんね。おにゃんこで言う辰巳梨花さんの私梨花ちゃんぐらいのニャンギラス、ニャンギラスの。でもニャンギラスやった人はもう戻ってこれなかった。ニャンギラスだとすげえお会いするぞ。こうして伝説のニャンギラスを超えるバカユニットが誕生。来週発売のシングルに BKA48 のハステとワステが収録されることに。私たちはこの先日放送されためちゃイケで結成されました BKA48 です。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ちょっと待って、まずね、バカユニットだけは本当に嫌だ。特に総監督は反対のようだが、秋元先生にね言ってね、さすがにこれはちょっと取り消してもらおうかなって本当に思ってる。いやいやでもね、でも高めだって言ってもりっちゃんの2番目にバカなんだからさ、2人でやればいいじゃん。しかも言わせてもらうと、まあ、バカセブンでやるのはいいんですけど、私言ってもこの6人とは30点くらい差があって、私は頭のいい方だ。早くも空中分解し始めるバカ7人。やるなら7人でしょ。そうだよ。言ったけどね、うちだってね、可愛いと20点も差があったからな。嘘だろうが。どうだろうか、お前バカだろうか。どうかな、出るのかね。発売前から不安でしょうがない秋元。キャンペーン回りましょう。はい、はい、私も協力してキャンペーン回りましょう。回りましょう、みんなで。いやでも手伝えることだったら手伝いますよ。ぜひぜひ。握手会、握手会来てもらって。あ、来てください、握手会。おいな、かわいいの隣で握手してもらって。はい、プロデューサーだもん。そうですよ。いいよ、俺ここにつくのかやって。そうそうそう。だからここ、ね、順番にこういう順番お願いします。ここだけちょっとブースでかいっす。結構広めの浜口コントサークルいうのもあるから。